どうもこまです。はい、ファクトリーをやっていきましょう。こんな感じでやってましたね。うん。そうですね。マップ的には、ここが鉄鉱石ですね。で、右下が石。こちらが銅鉱石。そして一番左にあるのが石炭。で、上にある水を汲んで、蒸気発、機関か。ですね。スチームで発電をしているというので、それぞれの鉱床からね、自動で電気で、掘削をして、鉱石掘り出して、それを鉄板なり銅板なりにして、真ん中に溜め込んでます。で、運んできたものをさらにここでですね、こいつですね、組み立て機。この組み立て機がまあ便利なやつでね、原料を入れてレシピを指定すると、勝手にそのレシピのものを作ってくれるっていうことで、こいつ今、歯車作ってますね。それをさらに、こっちの組み立て機で、自動化サイエンスパックっていうね、研究材料にして、それで研究を今しているというような流れでやっている。はい、ということで、まあ、一通り最初作れるものはね、先週作ったんですよ。物流学の研究完了しましたね。そう。なので、今後どうやって発展させていくかっていうと、基本研究なんだよね。研究をしていくと。それによって作れるものが増えていくというようにね、うん、新しいものを作れる喜び味わっていきたい。今完成したのが物流学ですね。これ何できるかっていうと、地下搬送ベルト、ベルトコンベヤを地下に通せるやつだね。地上に邪魔なものがあっても地下潜って、越えていける。そして分配器だね。一個のベルトコンベヤで流れてきたものを二つのラインに分けることができるってやつですかね。ということで、新しいやつなんかやってこうかな。個人的にはこの高速インサーター欲しいんだよね。ロボットアームの速いやつでしょ、これ。いいね。職人っぽいよね。ただ、その前に、まだ多分これできないでしょ、これ。前提がないんだね。電子工学が覚えなきゃいけないと言ってるんだよね。先に石の壁行こうか。ね、防壁。まだ敵が一度も攻めてきたことはないけれども、防壁をちょっと作っていきましょう。はい。あ、石の壁、早っ、もう終わったの。さあ、作れるぞ。防壁。でもこれは石レンガが必要だ。来た！石が、こんなに余ってる石が、ついに役立つ時が来た。テステチェストをここに作る。で、ここに、インサーターを置く。で、このインサーターは何を持ってくるのっていうと、この石の炉って作った何かを持ってくる。それは何を作るのかというと、こうですね。こうやって、石を持ってきて、そっから石のレンガを作ると、電線ってどれだっけ？あったあったあった。電線3つしか作れないが、なんでかというと、木材が足りないんだ。また森林伐採して、地球じゃないか。ここの惑星の緑を減らさなきゃいけないですね。はい、動き出したけれども、そうか。ここは石炭が足りないんですね。石炭。はい、突っ込んでおこう。はいはい。作ってますね。レンガを作っていまーす。さあ、ちょっと待って。石の壁の研究が終わったので、次じゃあ電子工学も行きましょうか。これだけで単品で何か新しいものを作れるわけじゃないけど、基礎研究だからね、これはね。はい。これを踏み台にして、新しいものがいろいろこんな風に作れるようになると。はい。石のレンガ。あ、俺また間違えた。ちょっと待って。これでかいよなぁ。そうよなぁ。間違えたなぁ。どうしよっかな。これを入れるスペースが欲しいですよね。うん。ごめん。ちょっともう一回作り直していい？ごめん。はい。作ってる。おぉ。これすぐできるんだね。石レンガってね。あっという間なくなったわ。もっとこれ増やしてもいいかなぁ。って気がするけどなぁ。こうして。で、次、石の炉か。ここに、1、2、こう、音楽が不穏。ふおーん。そうだよね。これ、汚染がさ、あるんだよね。汚染が、相手の敵の巣に届くとやばいんだよね。襲ってくんだよね。確かね。あれ、どっかなかったっけ？生産統計、ボーナス、フィルターみたいななかったっけ？汚染。あ！まもなくこれ来るんじゃない？ほら、敵の巣。これ来るよね、きっとね。
そろそろ多分襲ってくるぞ、みんな。気をつけないと。ロボットアーム。で、こいつを組み立て機か。そっか、組み立て機はでかいんよな。一個しか作れない。何足りないんだっけ？鉄板、歯車、電子基板。全部足りないじゃないの。なぁ、って気がしてきた。電子工学も終わりました。さあ、じゃんじゃん次行きましょう。あ、来た！高速インサーター来ましたよ。鋼鉄の斧。物流サイエンスパック。これでまた研究の幅きっと広がるんだよね、これね。いろいろね。埋め立て地だって何これ？水を埋め立てられるって。おー。これ行こうか。物流サイエンスパック。で、ここに、1個、2個と置きます。ここで石のレンガ作るんだよね。銅で石のレンガ作って、で、組み立て機で防壁を作って、それをまた、ベルトじゃないや、アームを使って、こん中ぶち込めばいいんでしょ？石炭をぶち込んどくと、いいんじゃない？はい、やってますね。さあ、で、こうやってる間にも、防壁が多分こっち側多少できてるよね、きっとね。これ。30個できてるね。さあ、どこに防壁貼ろうかな。基本的にはこのタレットのとこだよね。タレットはね、防御力がそんな高くないから、こんな、どうなんだろうな。これどこまで届くんだ、タレット。こんな感じでこう作って、あとはこの防壁を上の方にずーっとこう伸ばしていけばいいんじゃないでしょうか。ちょっと、ライトもうちょっと欲しいなぁ。ちょっと照らしてあげたいよね。やっぱね、気持ちも明るくなるから、ライトは。タレットのところにもライトを置きたいなぁ。森林伐採行こうかなぁ。ほらぁ、温暖化じゃーい。まあ、これあれだよね。そもそも、今この頑張ってる、この主人公くんの住む星じゃないんだよね、これね。宇宙船が不時着した、もう知らない惑星なわけでしょ。それなのにだよ。勝手にこんなね、いろいろこう、機械化して、森を伐採して、天津さえ厳重生物を手にかけるというね。まあ、それもしょうがないね。しょうがないかなって気はするよ。ちょっと厳重生物の皆さんには涙を飲んでもらって、はい。電柱を作ると。で、照らしてあげよう、タレットくんも。どうだ、明るくなってただろう。はい。さあ、で、防壁、だいぶ、出来上がってんじゃないかな？あれ、出来上がってないな。こっち全然なくない？あ、そうか。ここに石が来る前に全部こっち取り上げてるからだ。いじめじゃん！ほら、しょんぼりしちゃってるもん、もう。石来ないなぁ。流しそうめんの一番下流の方で箸を構えてこう待っている人みたいになってるよね。上の方でみんな取っちゃってっからさ。そうか、こいつが取っちゃったの全部。こうやって並べちゃっていいよなぁって思ってんだけど。うん、いいね。3倍になりました。あ、よかったね。こっちのアームくんも。あー、よかったよかったよかった。あー、よかった。あ、物理サイエンスパックの研究完了したって。どうしようかな？どれにしようかな？自動化技術に液体素材の処理が可能な。まだ液体素材ねえな。高速インサーター行きましょう。はーい。開始。さあ、防壁が増えたので、で、ここにこうすればいいでしょ。敵は多分、入ってこれないでしょ、これ、きっと。水は入ってこれないっていう話を。攻略武器で読んだ気がする。で、あとは、できればそうだね、20、30にしたいけれども、一旦は、一重っていうか、普通にこうやって、ね、まずは、一通り囲いたいですね。さ、そうだね。なので、ちょっとサイエンスパックも増やしたいね。こう。ここら辺まで流すのかな？ 2 個、こう作って、こうだね。こうして、歯車を作ると。歯車作りますよ。こう、こうか。で、ここでサイエンスパックをオイラ作りたい。自動化サイエンスパックですね。一旦材料なしでいいや。
こうする。で、歯車がここで作られて、流れてくるね。一方でもう一個必要なのが銅板だ。銅板はこっちから流すしかないので、よいしょ。こうかな。こうして、こうか。ここからこうやって持ってくると。これで一旦いけるんじゃないかなと思うんだけど。どうでしょうね。あー、そっか、搬出か。こっから持っていけねえのか。あー、困ったな。ははは。そうだよね。出来上がるのはいいけれども、これを自動で持っていくとか、なんかできてないのか。あ、ロングアームインサーターか。なるほど。あ、それいいっすね。ありがとうございます。それが確かに。なるほどね。そういうノウハウですね。なるほど。もう一個ここにこう並べて、そこに、ロングアームインサーター。こいつだ。こうすると、一個飛び越えて持ってくのか。うわ、すご。なるほどね。これはすげえな。これは楽しいな。まあ、こういうね、この電線の配線にもこの性格出るよね。もっと綺麗にやりたいよね。できればな。はーい。これで、とりあえず、二つ。この岩邪魔なんだよー。ほら、ほら、この岩やろう。よし。もう一個いけそうだけどな、これな。あ！奴らは匂いを嫌う。来るか？バイター。汚染によってバイターの攻撃のきっかけを作る。あ、タレット、光線中だっつってるぞ。倒してくれたんでしょうか？あー、いたいたいた！一匹だけかーいなんだけども。まあまあまあ、いいでしょう。はい。引き続きよろしく。はい。さあ、次行きましょう。次は何がいいかなー。これ何これ？軍事技術2。プレイヤーと工場を防衛する手段を得るテクノロジーです。あ、これは物流サイエンスパックが必要だぞ。マジか。ちょっと先に鋼鉄の斧作って時間稼ぎしよう。プレイヤーの靴速度が上がる。まあ、いるかと言われると微妙だけどもね。あ、これ資源が枯渇してるの、これ。はあ、なるほど。資源の枯渇もあるのね。なるほどね。ってことは、こいつは一個上に持ってこなきゃいけないのか。そういうのもあるのか。はい。そういうことね。なるほどね。あ、確かに埋蔵量右に書いてあるね。ここら辺すぐあるわ。10K、3K、3000、1万あるけど、ここも少ない。687しかないね。これも多分、いずれ枯渇しますね、これね。あ、鋼鉄の斧研究完了。武器連射速度1。連射速度向上。ダメージ向上。うん。あ、高度な炉。これはもしかして、あ、鋼鉄の炉？これは何が、なんだ？なんかいいことあるのか？でもちょっと作ってみようかな、これ。あ、でも待って。あれだ。物流サイエンスパックが必要だ。とりあえずいらないやつから先やっちゃおう。で、物流サイエンスパックを、作る準備を整えましょうかね、これね。物流サイエンスパックってどうやって作るんだっけ？え？搬送ベルトとインサーターを使うの？これが材料なの？で、こんななんか緑色の、よくわかんないこの、メロンジュース的なものができるの。だから結局あれか、ベルトコンベアとインサーター両方とも、自動化した方がいいっつうことだな、これはな。ベルトコンベアを作るために、歯車がまず必要なので、歯車を作るスピードは確かすごい速いんだよね。歯車共有すればいいんじゃないですか。ああ、確かにでも、早いからね、歯車作るのね。こうして、できた歯車をここに回していきます。こうすればいいのかな？すごい、手探り感がすごい。なかなかこの手のゲームをね、みんなの意見を聞きながら、実況しながら、配信するのはね、かなり高度なテクニックが必要だね、これね。でだ。
これでやっと、緑のサイエンスパックの、材料1個ができたんだね。ベルトコンベアね。で、プラス、もう1個必要なのが、インサーターか。こいつだ、インサーター。鉄板、鉄の歯車、電子基板。まあ、幸いにもね、ここに、電子基板の元の銅板はあるから、こいつを、つければいいのかな？使えばいいのかな？電子基板を作ってください。インサーターを入れます。あー、銅線経由か。さっき銅線か。そうか、銅線だ。道が遠すぎる。違う違う。銅線銅線。道が遠いなー。もう一個こちらにして、で、ここは、インサーターですか。インサーターにします。歯車と、鉄板が、あと必要です。こう、いっちゃっていいっすかね。あ、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 あ。これで作ってくれるんじゃないの？あ、まだ違うか。電子基板か。そっか、そっか。まだだった、まだだった。違う違う違う。もう一個必要だ。もう一個必要だ、もう一個必要だ。はい、そうだね。まだまだ。あーもう、そんな、ぺったんぺったん餅つきみたいに。先にもう一個、ここで、電子基板か。そうだね。電子基板を、しかも電子基板もう一個何これ。あ、鉄板か。鉄板何にでも使うのね。あ、ここでもしかして私初めてこれを使うんじゃないでしょうか。地下搬送ベルト。これで入っていくんだ、地下に。おー、楽しい。何これ。面白ー。横にはできないのね。あ、なるほどね。あ、じゃあ待って。こう、こうかな。こうして、潜りたい。はい、スポッと潜って。で、こっから出てくる。で、こうか。で、インサーターでこうか。よし！電子基板ができるぞー！こうしてか。ここをね、こう通してあげたいんだよね、こうやってね。そう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 。こうやってね。はい。で、電子基板。ん？これでもいけるのか。これでも取れるよね、インサーターさんはね。こうして、で、こうして、ちょっと待って、何が必要なんだっけ。こんがらがってくるね。作りたいのはインサーターなんです。鉄板、鉄の歯車、電子基板のこの3つが必要です。鉄板ここで今入れてます。鉄の歯車もここから入れてます。で、あとは電子基板か。電子基板を分け与える必要があるので、こっからにしましょうかね。こうか？こうか？で？長い道のりだったか？こうして？あー、やった！インサーター作ってくれた！いやー、よかったー。で、物流サイエンスパック、搬送ベルトとインサーターで作れる。で、インサーターはここにございますよ。作りましたよ。頑張って、ご用意しました。いい具合にぐちゃぐちゃなってきた。ほんとね、もうね、わかんないからな。これがでもさ、多分頭の中で、ああ、こうやってこうやれば作れるな、みたいのが、わかってくるようになると、なんだろう。ある程度このレイアウトを最初に決めれるようになるんだろうね。こう、こう、違う。こう、こうか。これで合ってるのか俺。大丈夫か？こうか？こうして、こうか？で、ここに、ロングインサーターを置いてあげる。で、あとは電気を通せば、ベルトコンベアをここから
ロングインサーター効果で、ここをトトトトトトっとこう、切って、ここにインします。インサーターは、ここからインします。これでいけんじゃねえかなぁ。いけんじゃねえかなぁ。どうかなぁ。いけると嬉しいなぁ。ナムさん来た来た、あぁ、やったやっとできた、やっとできた、はい。できましたね。できましたね。よーし、物流サイエンスパック初めて作ったね。あとはこいつを、下経由でいいですかね。下経由でだだ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 らら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 、はい、さあこれで行くだろう。おー、なるほど、それぞれちゃんと溜まっていくんだねこれね。さあ、物理ダメージも、あ、今ここで戦闘がありますね、これね。やめろー、うちのタロットちゃんに何するざます。おーい、結構死んでる。これちょっと壁、防壁修理したいですね。これか、リペアキットですね。これを作っといて、はい。はい、直した。で、物理ダメージ、研究完了です。はい。じゃあ、行こう。高度な炉の製作。鋼鉄の炉が作れるようになる研究ですね。行きましょう。はい。溜まっちゃったね、鉄板。だいぶ詰まってるもんね。あー、ここのインサーターを変えてあげてもいいけどね。高速インサーターにね。高速インサーターにする。早い！どうしちゃったの？ちょっと病気感あるけど、大丈夫？じゃあこっちも変えよう。早いもんなぁ。すごいスピードだ。なんかねじ切れて飛んできそうだよね。パーンって。今日だけで、だいぶ作った気がするなぁ。こんだけ複雑なの作ったのは初めてだからね。まあ見た目はめちゃめちゃぐちゃぐちゃですけど。ぐちゃぐちゃだけれどもね。赤のサイエンスパックも結構溜まってる感じだね。あー、そっか。こっち側流れていかなくもねえか。行くな。ちょっと緑のね、物流サイエンスパック増産するのは、今日はちょっともう俺、気力的に厳しいな。はい、防壁は？あー、結構できてますね。これか。はい、上から、あ、でも上にも巣はあるんだよね。でもだいぶ遠いかな。あそこまで汚染届くのは時間がかかりそうな気はするけどね。うん。あと、レーダーもちょっと増やしたいなーっていう思いもあったりするんだよなー。今さ、ここにしかつけてないでしょ。もっと、こっち側とかね、この辺りとかつけたいよね。こーんな感じ。あー、そう、列車もあるっていうよねー。列車も作りたいなー。はい。で、レーダーも一個欲しいね。レーダーも一個作るんだけれども、とりあえずタレットだなぁ。タレットを。よいしょ。こんな感じかなぁ。あ、で、レーダー、レーダー。忘れてました。レーダーを作る。作れない。なぜかというと、歯車がない。歯車いっぱいあるよ。鉄板がないからか。あ、高度な炉が出来上がりました。やったー。配電。あ、すごい！中型電柱だ。あ、電気供給できる範囲広がるもしかしてこれ。これ俺欲しいな、すっごい。他、エンジン。エンジンときた。あー、車作れるじゃん。ごめん、先じゃあエンジンだな。エンジン行こう。エンジン行きます。車はやっぱ夢でしょ。まあ、あんまり既存のレーダー範囲と被んない方がいいんだろうな。って気はするよね。ここら辺に一個置いとく？でーん、そっか。電気運ばなきゃいけねえのか。はいはい。ほら。やったー、浮き始めたー。
で、なんだっけ、いろいろ並行してやってるからわかんなくなったけど、何かしらがどうこうできるようになったような気がするけども。あ、これだ！鋼鉄の炉。何が一番欲しいかというと、まず鋼鉄の炉自体を増やしたいから、先にまず石レンガを早く作りましょう、これで。早いのか？おお！おお、全然違うね、スピード、マジで。おお、いいね、石レンガ48個。で、鋼鉄の炉の数を増やす。これで、劇的にあれじゃない？生産速度上がるんじゃない？これ。ここら辺やばくないっすか？ねえ。ここやばいっすよね。そうか。石炭の消費量も、倍になるのか。それは辛いね。なかなか。早く電気炉欲しいな。エネルギー不足ってなんだっけ、これ。あ。あー、そういうことか。生産量、またあれだ。電気。電気が足りてないんだ。蒸気機関ですね。はい。四つ目か、蒸気機関。ガショーン！はい。これでも結構まだ厳しいよね。割と来てますよ。1、2、3、4個。もう一個ここで行ってもいいけれどもね。よし。これ以上連結は厳しいんだよね、きっとね。あれ？まだ足りないって言ってるけど。あれ？足りなくない？足りないな。これダメか？繋げすぎた？もしかして。だったら、ここにもう一個ボイラー追加か。よ。はい。ん？まだか？こうか。あー、そっか。燃料必要なんでしたっけ？ちょっと不格好だけどしょうがないなぁ。あ、待って、分配機ってあったよね。こいつを、ここにこうすればいいんじゃないんですか？こうして、で、こっち側にこう、おー、すごい！分配してる。楽しい。そうだね。渡しますね。はい。ボイラーからボイラーにインサートでもいけるの。あ、そうなの？それ一番じゃあ楽っすね。これでいけるってことか。あ、これでいいじゃん。これでいいじゃないですか。それ一番楽だね。ありがとうございます。じゃあ分配器。まあまあ、でもこうやって分配器使えるってことは分かったからね。うん。これだけでも収穫ですよ。はい。はい。で、この5個目のボイラーじゃないや、蒸気機関はあんまり意味がないっていうことが分かったので、そいつを再配置しましょうと。ここかな？よっ。さあ、どうだ、これで。あ、いいですね。いいけど、まだ足りないな。もっと使うっつってるわ。これでだいぶいいんじゃないの？あ、だいぶ余裕できたね。ちょっと最後にこれだけやっていいですか？ボイラー地下にしたいです。待って。こうして、あ、なるほど。長さに限界があるな。そういうことか。あ、鉄板足りない。ちょっと待って。電気止まった！電気止まった！あー大変なことになっている。こうして、こっからさらにこう繋ぐのか。こんな感じか。よし！よし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 。なるほどね。こうなるんだ。あー。途中でこうやって継いでいかなきゃいけないんだね。今回結構いろいろやったかなって気はするね。あとまあいろんなものをね、これからも自動化していきたいんだけれども、やっぱ問題はここのごちゃごちゃだな、これ。どうしようかな。まあ見た目綺麗にしたいっていうのはあるけど、まあそれはね、さっき言ったようにあんまり突き詰めるつもりはないんだけど、あれだよね。物流サイエンスパック。この緑のやつ。これはもうちょっと生産量増やしたいんだよね。今すごい少ないから。そこはちょっと考えるか。はい。結構今回も脳を使いました。老化防止にちょうどいいと思います。よければチャンネル登録。また動画が面白かったら高評価ボタン押してもらえると嬉しいです。
ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。